こんにちは。工学部情報工学科の松井藤五郎です。今日は教科学習、ゲームが上手になるコンピューターというお話をします。この動画では試行錯誤を繰り返してコンピューターが学習する技術を紹介します。この技術は強化学習と呼ばれています。最初はこの強化学習という技術について説明します。皆さんが任天堂 t e n d Switch や PlayStation 4、 スマートフォンなどでゲームを遊ぶ時最初は上手にできませんが繰り返し遊んでいるうちにだんだん上手になっていきますね。強化学習を使ってコンピューターが繰り返しゲームをやればコンピューターもゲームが上手になるのでしょうか ?2 つ目はコンピューターータにによるゲームの学習について話します最後に私が実際にどんな研究をしているのかを紹介します。 まずはじめに教科学習の枠組みについて説明します。学習する主体のことをエージェントというふうに言います。これはロボットのようなものと考えればわかりやすいですが、実際にはロボットを制御するソフトウェアだけを考えればよく、ロボットの体は必要ありません。エージェントは自分が置かれている状態を観測し、 行動を選択して実行します。すると、環境がその結果を評価し、報酬と次の状態を決定します。エージェントは、環境から報酬を受け取り、自分が選択した行動について、良かったのか、悪かったのかを学習します。これを繰り返すことによって、エージェントは、より多くの報酬を受け取ることができるような振る舞いを学習していきます。 これが教科学習です。例として人工知能の教科書にも出てくる図のような迷路の問題について考えてみましょう。この問題には0.0から3.2までの12個の状態があります。スタート地点はこの S と書かれているマスです。1.1にある黒いマスには入れません。行動は 北に進む東に進む西に進む南に進むの4種類です報酬はプラス1と書かれたマスに到達した時にプラス1点その隣のマイナス1と書かれたマスに到達した時にはマイナス1点それ以外は0点ですこれを教科学習がどのように学習するか 説明しますまずはじめにそれぞれの状態の価値を考えます。状態の価値はその状態を訪れた後に得られる報酬の和とします。ただし、遠い将来に得られる報酬よりもすぐに得られる報酬を優先するために1ステップごとに価値を少しずつ割り引きます。割引率が0.9の時、状態価値は この図の図ようになりますプラス1の報酬が得られる直前の状態の状態の価値は1その1つ前の状態の価値は0.9さらにもう1つ前の状態の価値は0.81というように1ステップごとに割引率0.9をかけていきます。次に それぞれの状態におけるそれぞれの行動の価値を考えます。行動の価値も状態の価値と同じように、その状態でその行動を実行した後に得られる報酬の和とします。ここでも1ステップごとに価値を少しずつ割り引きます。割引率が0.9の時、行動の価値はこの図のようになります。 プラス1 1.0ののの報酬がが得られる直前の状態で東に進むという行動の価値が。同じ状態でも北に進むという行動の価値は北に進んでも壁に当たって同じ場所にとどまってしまうため次の行動で東に進んで1点を獲得できるということで割引率をかけた0.9になります。 このように価値を決めておけば自分がいる状態で最も高い価値を行動し続ければゴールにたどり着くことができますこのように考えて行動価値 Q を学習するのが Q 学習という手法です Q 学習のアルゴリズムはたったこれだけで表すことができますまず行動価値 Q を初期化します例えばすべてゼロ とします続いて以下を繰り返します状態 S を初期化します迷路の問題の場合エージェントをスタート地点に置きますそれからエージェントが終端状態つまりゴール地点に到達するまで以下を繰り返します現在の状態 S での行動 A を選択し A を実行して報酬 R と次の状態を観測します。行動価値 Q をこのような式で更新します。最後に状態を次の状態に更新します。ここでは行動価値 Q の更新式については詳しく説明しませんが、これだけで最適な行動価値を学習することができます。実際の問題はもっと複雑なため、 もう少し複雑な仕組みが必要になります。そこで行動価値をニューラルネットワークで表してディープラーニングで学習するという深層強化学習と呼ばれる方法が開発されました。ニューラルネットワークは脳の仕組みをモデル化したものでディープラーニングは複雑なニューラルネットワークを学習する技術です。ディープラーニングは画像認識に役立つ技術なので入力が 画像でも学習できます。そこでこれを使ってコンピューターにコンピューターゲームを学習させます。この画面はアタリー2600という1977年に発売されたゲーム機のブレイクアウトというゲームの画面です。いわゆるブロック崩しと呼ばれるゲームでパドルを左右に動かしてボールを打ち返しボールをブロックに当ててブロックを壊すゲームです。 昔のゲームなので、ルールがとても単純で分かりやすいです。強化学習では、状態をこの画面、行動を左に動かす、右に動かす、動かさないの3種類。報酬をゲームのスコアとして学習させます。これが学習した結果です。左の画面は何も学習していない、つまりランダムに動いている様子です。 最初は右に動いたらどうなるのか、どうしたら報酬がもらえるのか、何も分かっていません。それでも偶然にボールを打ち返し、スコアが入ることがあります。そこから学習が進んでいきます。中央の画面は1万ステップ学習した後の様子です。右端にいるとスコアが入りやすいことを学習したのか、ずっと右端にいます。 これだけでも何も学習していない時よりはスコアが高くなりますので少しは学習したと言えます。そして右の画面は最初に示したものと同じものですが100万ステップ約1時間くらい学習した後の様子です。ボールを打ち返すとスコアが入るということを学習しボールを打ち返そうとしています。スコアも随分入るようになりました。 このようにしてさらに学習を進めていくと人間の平均スコアよりも高いスコアを獲得できるということが実験により示されています。最近になって強化学習を使うことによって囲碁や将棋で世界ランキング1位のプロ騎士や名人にも勝てるようになりました。今では将棋の実況中継において強化学習で学習したコンピューターを使って プロ騎士が対戦している盤面の優劣を判断するということが当たり前になっています。最も新しい成果としては、スタークラフト2というゲームを用いた e スポーツにおいて、プロゲーマー相手に10連勝しました。これから再生する動画は、ディープマインド社が開発したアルファスターという強化学習で学習したプログラムが、スタークラフト2でプロゲーマーと戦っているところです。 左上の青いユニットがアルファスター。右下から現れる赤いユニットがプロゲーマーです <Yeah. S 1> アルファスターの攻撃がうまいので実況アナウンサーが驚いていますね。最後に、 私が実際に行っている研究を紹介します。1つ目は、報酬の合計ではなく、利益率の複利効果を最大化する強化学習です。私たちはこれを複利型強化学習と呼んでいます。複利型強化学習は、安定して取引やゲームを続けられるように学習する手法であり、株や外国為替などの自動取引、カジノゲームなどに応用できます。 左のグラフは株の売買を学習したプログラムで取引シミュレーションを行った結果です。これは卒業した学生が4年生の時に卒業研究で作ってくれたプログラムの結果です。手数料なしであれば年率3%の利益を出すことができました。右のグラフはブラックジャックというカジノゲームを学習している様子です。横軸がステップ数を表しています。 複利型強化学習を用いた提案手法は、従来の強化学習よりも高い利益率を出すことができました。二つ目は、報酬を最大化するだけではなく、失敗する確率を最小化する強化学習です。私たちは、これを成功確率に基づく安全な強化学習と呼んでいます。安全な強化学習は、試行錯誤中の失敗をできる限り避けながら学習する手法で、自動車の自動運転や、 ドローンの自動操縦などへの応用が期待できます。左の図は途中に危険な状態がある問題の例で、右の図が提案手法が獲得した行動を表しています。提案手法はなるべく危険と遭遇しないようにしながら報酬を獲得するという行動を学習することができました。大学ではこのような研究を行っています。今回は 強化学習についてお話ししました。強化学習は試行錯誤を繰り返してコンピューターが学習する技術です。ゲームで試行錯誤を繰り返すことによってコンピューターは人間のプロゲーマーよりもうまくなれます。そして大学では学習が続けられるように学習する強化学習や失敗しないように学習する強化学習について研究をしています。はい。 ということで、中部大学工学部情報工学科では、こんな感じの授業や研究を行っています。他の先生の動画もありますので、ぜひそちらも見てくださいね。それでは、この動画を終わります。